天井に咲く花始まります。
場合じゃない。安心しろ、とどめは俺が直接刺してやる。それまで怪獣とでも遊んでおけ。逃げるってのは、俺の目的はウルトラ戦士全員の抹殺だ。あいにく貴様と違って暇じゃねえ。
悪いが死んでもらう。お前やめて。また現れた。ベリア、こいつだよ。僕を手玉に取ったロボット野郎。君は拙者の名はメカザ。メカザだと。助けてくれてありがとう。さあ一緒に。勘違いするな。お主たちに味方するわけではない。この俺の強さを磨きたいだけだ。何？弱者は命を落とす前に引ける。何だと。エビンス、よせ。ベリアみたいな飛び道具とは面白い。拙者と出会わせてロボット野郎、よく喋るじゃねえか。面白い。こいつらは死んでも当然相手になるぜ。お前たちは僕が相手になる。
ベリアル。二人は手を組んで仲間になったけど、お互いを利用したいだけ。それって本当の仲間って言えるのかな。光の戦士たちは心と心がつながった大切な仲間同士だよね。辛い時には助け合ったり、大変な時には力を合わせたりして戦ってくれてる。ねえ、みんなはどう？みんなには大切なお友達や仲間はいますか？いる？じゃあみんなはお友達が困っていたら助けてあげますか？そうだよね、仲間ってそういうものだよね。助け合うものだよね。みんなはゼロたち、光の戦士たちの仲間だよね。今ゼロたちは一生懸命戦ってるでしょ。じゃあみんなゼロたちにも今までよりももっともっと大きな声でいっぱい力を分けてくれますか？いっぱい応援してくれる人、ありがとう。じゃあもっと大きな声でもう一度応援の練習、さっきよりももっと大きな声で頑張れのエネルギー届けてね。いくよ、せーの。もう一度、せーの。ありがとう。みんなのそのエネルギーがあればゼロたちきっともっともっと頑張れるよ。でもゼロたちにはみんなっていう応援を届けてくれる力強い仲間がいるけど、メカダムは強さを極めるために一人だけで戦ってるよね。誰の力も借りないで一人だけで。メカダムが追い求めるその強さの先には一体何があるのかな。ベリア、お主には戦士としての誇り
容はないのだ。悪いが、そんなもの俺にはひとかけらもないさ。そうさればはお主との真剣勝負、ここまでだ。メカ族は私たちを助けてくれたのかな。メカ族に応援を届けよう。頑張れ。すごい強いよメカ族。利益計算を一緒に戦ってる。さすがだ。貴様の力には真相を恐れ入った。今日のところは引いてやる。まだ倒れるわけにはいかない。そうだ、ウルトラ戦士たち、私たちがついて
なにたくさんの仲間がいる。お前と違い、人々の未来、大きな期待を背負ってるんだ。負けるわけにはいかねえ。行くぜ。先、はかなく
いつまでも悲しんでばかりもいられない。俺の戦いはまだ始まったばかり。やつベリアルはきっとまたやってくる。やつを倒さない。倒れるわけにはいかない。ウルトラ戦士の誇りを抱き、僕たちはこれからも戦い続ける。行け戦士たちよ、無限に続く未来のために。ウルトラ戦士たち、ずっとずっと応援し続けるからね。よっしゃ、ありがとう。みんなウルトラ戦士たちに大きな声でバイバイを作ろう。お手手を上に上げて、せーの、バイバイ。私たちを守ってくれたメカダムは幸せだったのかもしれないね。ベリアルが言ってた真の地獄を見せてやるって言ってた日まであと7日。でも何が起きてもみんなの思い